こんにちは。今回はですね、2019年に DIY したものをまとめてみようかなと思います。まず最初、2月に作ったレザークラフト、こちらはですね、オピネルナイフのレザーケースになります。オピネルにはですね、ケースが付いていません。なのでレザークラフトで作ってみました。緑の皮と、ナチュラルの皮、これをですね、2枚貼り合わせて作ってます。初めてですね、金具を使ったりするレザークラフトに挑戦してみたんですけれども、デザインとしてもね、出来栄えとしても結構いい感じにできたんじゃないかなと思ってます。作り方はですね、結構簡単なので、レザークラフト初心者の方とかでもですね、わりかし作りやすいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、今回ご紹介している DIY は、概要欄の方にですね、 URL を貼っておきます。気になるものがあったらですね、ぜひ、そちらの動画を見てみてください。そして3月の DIY、ここからはですね、しばらく車中泊仕様にするための DIY になります。まずはですね、一番最初に作ったのがアームレスト、僕の乗ってる軽バンのハイゼットカーゴ、こちらにはですね、アームレストがついてません。で、アームレストがついてないとですね、長距離のドライブが結構疲れます。で、疲れるので、まず一番最初にですね、アームレストを作りました。もしお持ちの車にですね、アームレストがない場合は、こういう風にね、作ってみるとかなり運転が楽になるんじゃないかなと思います。これはね、かなりおすすめの DIY なので、ぜひ見てみてください。続いてはですね、軽バンの床のフラット化、車用車っていうこともありまして、どうしてもですね、床の部分がデコボコしてます。デコボコしているので、ベニヤ板を使ってですね、床をまずフラット化しました。で、床をですね、フラット化することによって、この後ベッドを置いたりしますけれども、ガタつきとかもなくなります。ただベニヤ板を置いただけだとですね、ちょっと殺風景なので、表面にですね、フローリングシートを貼って、ちょっとね、いい感じに仕上げてます。これもね、すごく簡単な DIY でした。続いては天井を木製にして、照明付きにした DIY です。天井の内張りを一度剥がしてしまいまして、内張りがあった部分を木製にしようという DIY です。天井をですね、全て木製にしてしまうとルームランプがなくなってしまいますので、そのルームランプの代わりにですね、調光機能がついている照明を埋め込んで、車中泊を過ごしやすいように改良してみました。天井が木製になるだけでですね、雰囲気がガラッと変わりますし、見た目よりかは難しくない DIY なので、やってて楽しい DIY になりました。そして4月の DIY、 車中泊用の伸縮式ベッドを DIY しました。軽バンをですね、車中泊仕様にするにあたって、1人でも車中泊できるし、2人でも車中泊できる、そして、うちは子供が3人いますので、子供が車に乗るときは車中泊仕様じゃない普通の車にすぐ変えられるとというあたりをテーマにしてですね、車中泊仕様に改良してました。で、ベッドに関してはかなり悩んだんですけども、結構ね、海外の方がこれやってるみたいなんですけども、伸縮式ベッド、横に伸縮するベッドですね、これを作ることによってですね、1人でも使えるし2人でも使えるとというあたりは完全にクリアできました。実際に子供を2人連れて3人で車中泊もしてみましたが、問題なく車中泊できました。続いてはプラダンで後部の目隠し、車中泊をするときにですね、目隠しって必ずやると思うんですが、いろんな方がですね、プラダンで目隠しっていうのをやってます。でね、やり方をいろいろ調べてたらですね、どうしてもですね、窓の形の枠をまず作って、その枠通りに切り出すというやり方が多かったんですけれども、僕はですね、窓枠に直接はめ込む形式を取ってみました。このやり方であればですね、型取りとかがかなり省けるので、めちゃめちゃ作りやすい DIY なんじゃないかなと思います。プラダンで目隠しを考えている方はぜひ参考にしてみてください。そして5月の DIY、 プラダンで車中泊用網戸、車中泊するときにですね、夏場だったり料理をするとき、こういうときにですね、換気が必要になってくるので、網戸が必要になってきます。で、目隠しをですね、プラダンで作ったので、網戸もプラダンで作れないかなと思ってやってみた DIY です。このプラダンで作った網戸のですね、最大の利点としては、木製で作る場合はですね、やっぱり型を取ってとかっていう必要があるんですが、こちらもですね、はめ込み式なので型を取る必要がないということと、これの場合はですね、内側にはめ込んでますので、走行中もですね、外す必要がないというのが一番のメリットです。ただですね、どうしても網戸なので風切り音がします。
まあ、この辺はですね、窓を開けるのを少しにするとか、そういったやり方で対応してます。そして続いては折りたたみテーブルの DIY。 車中泊をするためにですね、テーブルを作ろうと思って作ったテーブルなんですけれども、単純にですね、板に足をつけただけというすごく簡単な作りになってます。で、簡単な作りにしたんですけれども、サイズ的にもですね、ベッドの下にすっぽり収まるサイズになったというのがですね、良かったところと、あとはですね、すごく簡易的なテーブルなので、車中泊以外でですね、キャンプなんかでも使うことができます。で、実際ですね、今ソロキャンプなんかに行って、使ってるのはこのテーブル1個なので、どうしてもですね、金具とかで費用はかかってしまったんですが、もう十分で元は取ったんじゃないかなという DIY です。そしてですね、7月の DIY、 実はですね、これが今年最後の DIY になってました。収納コンテナボックスのテーブル化。こちらはですね、いろんな方がやってるので結構おなじみの DIY なんじゃないかなと思うんですが、僕はですね、オートバックスで購入したんですけれども、コンテナボックスのですね、蓋を裏返してそこをテーブルにしてしまおうとという DIY です。100均でですね、小さめのすのこ、これを2枚買ってきてバラしてもう1回組み立て直すとという DIY なんですが、簡単な割にはですね、かなり使い勝手のいいものが出来上がりますので、この DIY もですね、かなりおすすめの DIY になってます。しかもなんといっても安いです。さあ、そういうことでですね、2019年 DIY、9つのものをご紹介してみました。DIY の魅力っていうのはですね、自分の手で自分の好きなように作れるというのが一番の魅力だと思いますので、ぜひ皆さんもですね、DIY をしてみてはいかがでしょうか。来年2020年もですね、いろんな DIY ができたらいいなと思ってますので、ぜひまた見てみてください。それでは。